はい、よしです。今日っていうか、今回も、ハードオフじゃないですよね、今回は。ワットマンで買い物してきました。ワットマンって神奈川県中心なんですかね。主に神奈川県にある、リサイクルショップですね。昔はもともとは電気屋さんで、その後ハードオフの、フランチャイズになって、その後リサイクルショップになったみたいな感じのところで、家電関係とか、ゲーム関係も、ハードオフみたいな感じで、販売、中古で買い取って販売しているような感じですね。でラインナップは割といいんですけれども、ハードオフほどではなくなってますね。服とかですね、普通のリサイクル関係のリサイクルショップ的な感じの位置づけになっているので、なんですかね、ホビーオフと、オフハウスとハードオフが一緒になっているみたいな感じですね。なので、ゲーム関係とかそんなに広くはないんですけれども、一般でいうリサイクルショップに比べれば、かなりちょっと数があって、ハードオフに比べるとちょっとそこまで広くなくて、品揃えも良くないみたいな感じですね。まあリサイクルショップよりはいいけど、ハードオフ以下みたいな感じでいいのかな。なんかあんまりそんな評価しちゃうと、ちょっと問題があるかもしれないですけど、まあそんな感じで僕は捉えております。でそこのワットマンというところで、買い物してきました。ハードオフはやっぱり結構いいですよね。いろんなお客さんが、ゲーム関係売りに来る人も非常に多いので、ハードオフはハードオフでいいんですけれども、ワットマンのところもですね、たまに行くと、いろいろいいものが転がってるんですね、これが。なので、僕は、たまになんですけど、あんまりしょっちゅう行くと、買えなかったりするとなんか気持ちもあれなんですけども、たまに行くと結構いいものがあるんですよ。で、今回はですね、ワットマンに行って買ってきましたので、ちょっと紹介したいと思います。今回ちょっと最初にちょっといろいろ話したいかなと思うんですけど、こんな感じでですね、購入品紹介とかっていろいろやっております。ゲーム機のメンテナンスですとか、ゲーム関係の周辺機のメンテナンスもやっております。もしよろしかったら、チャンネル登録お願いいたします。で、早速ですね、紹介したいと思うんですけど、今回ゲームボーイが2台、あとゲームボーイアドバンスです。最初にちょっと目玉のやつをちょっと紹介したいと思うんですけども、これキティちゃんのやつですよね。多分これ結構割と綺麗だったらレアで値段が高いと思うんですけれども、でもゲームボーイカラーって最近値段が高くなってきてますよね。結構値段高いです。IPS 液晶のやつが5000円ぐらいで、今結構すごい綺麗なやつがちょっと出てきてるので、それに改造するためにですね、需要が高まっててですね、273円、税込み300円。むちゃくちゃ安くゲットできます。しかも2台です。で、キティちゃんのやつは、まあ、これレアなんですけれども、ちょっとかなり汚くてですね、ちょっと黄ばんじゃってるので、レアがレアじゃなくなっちゃってるみたいな感じで、どうしようかな、これ。交換して、ちょっとあまり汚ければ捨てちゃおうかなとかっていう気持ちもあるんですけども、これオリジナルレアなので、ちょっと黄ばみ取って、ちょっと取っとくだけ取っとくのかな。側とかはちょっとアリエクスプレスで、綺麗なやつ買って、で IPS 液晶にするのかな。これ多分ちょっと真ん中わかりますかね。液晶が焼けちゃっ、もういっちゃってるんですよね。ビネガーシンドロームですかね。ちょっとダメになっちゃってるんで、ちなみにこっちのゲームボーイカラーもいっちゃってますね。なんでまあちょっと液晶、僕真っさらなやつも持ってるので、普通のゲームボーイカラーので、最近なんかアリエクスプレス IPS 液晶はもう5000円ぐらいで結構値段がするんですけども、バックライトユニットっていうのも安く最近売り出してるんですよね。なのでバックライトユニッ
ントを入れた機種とかもちょっと作ってみたいなと思ってですね。で、IPX 液晶のやつとちょっと見比べたりですとか、元々の状態のやつと見比べたりとかですね、ちょっとそういった感じにもしてもいいのかなと思っております。まあちょっといろいろ考えてます。で、ゲームボーイカラーは、ちなみにもう2台ほどですね、今持ってるので、そこら辺も含めてですね、どんな感じにしていくかっていうのをちょっと考えたいかなと思います。ちょっと、ゲームボーイアドバンスの方もちょっと紹介終わったら、ちょっと起動確認ぐらいはしてみたいかなと思います。ゲームボーイアドバンスも、見てください、273円ですよ。これもうめちゃくちゃ安く買いました。とりあえず電池ボックス3つともないんですけども、これちょっと待ってください、これかなりレアなんじゃない？ジャイアンツって書いてますね。なんかこれすっごい傷だらけでレアさがどっか飛んでいっちゃってるんですけども、これレアですよね。ジャイアンツって書いてあって、ラビットくんですかね、ジャビットくんなんかいますよねうわー、これレアなのにもうレアな感じが消し飛んじゃってるみたいな感じですね。うわー、ちょっと残念な感じですけど、まあちょっとこれも273円でゲットできた。とりあえず電池入れて確認してみたいと思います。はい、ちょっと電池取ってきました。3つともですね、液晶じゃない、液漏れ、電池の液漏れがなくてすごい綺麗なんですよね。ここの部分電池ボックスのカバーがないのが3つともないってすごいですよね。多分なんですけど、これ同じ人が売ったんじゃないかなと思うんですけども、3つが3つとも電池ボックスがないってすごいですよね。あれ、これ通電しないあや、電池ボックス切れなのに通電しない。これはあれですね、ダメなやつですね。これどうなんだろう。まあちょっとあれですね、ちょっと中見てみたりとかしてみないとわかんないですけど、とりあえず1個目のキティちゃんは通電しません。液漏れもしなくて綺麗なんですけれども、電池入れて、ここの LED もつかないですね。ゲームボーイって結構丈夫だからこのぐらい大丈夫かなとかって思ったんですけど、通電ぐらいしてくれるかなと思ったんですけど、ゲームボーイアドバンスは結構スイッチ不良とかあるみたいですよね。これも通電しない？ん？これは安く買ったけど全然ダメだった的な感じのパターンかしら。もしかして2台とも通電しない？もしかして3つともかこれも通電しない？あ、これ通電してる。あ、ゲームボーイ来た。画面はちょっといっちゃってるけどゲームボーイ来てる。3台中1台、ちょっと待ってください、さっき買ってきた、あ、しまった。何行こうかな。テトリスでいきましょうか。ちょっとあとでちょっと説明しますけど、91円、税込み100円なんです。ワットマンは110円じゃないんですよね。100円の110円じゃなくて税込み100円なんですよ。でこちらのやつも273円で書いてあるんですけど、税込み300円になるようになってるんですよね。これ開かないなんで開かないどうやって押した、あ、開いた開いた。とりあえずゲームスイッチオン。接触が悪いだけなのかな、3つとも。さっき言ったのに今度通電してないっすね。さっき言った通電したのに通電してない。
多分これあれですよね、もう まあこれスイッチの不良なのかな。まあちょっとあれですよ、端子を磨いていろいろやんないと。あ、行きました、またつかない。あ、ついた。あ、来ましたね。これあの真ん中丸くなっちゃってるけど、ギリギリゲームできそうな感じがするけど起動しない。これなんかすごい硬いっすね。なんか差し込みもなんかちょっとバグっちゃってますね。まあ多分これはあの清掃すれば行くんじゃないかなと思います。こっち2台ダメなのかな。ちょっとまあこれも復帰させるためにちょっといろいろ今度やってみたいと思います。多分電源スイッチのあれですよね、接触不良だと思うんですよね。まあちょっとハンダ吸い取り機買ったので、電池このスイッチのところも外して分解清掃してみたいと思います。まあゲームボーイアドバンスはスイッチが結構弱いので、多分それの原因じゃないかなと。多分この2つは治ると思うんですけれども、これダメなのかな。なんかこれあれですね、うんともすんとも。これもスイッチ磨けばいいのかな。まあちょっとあの今度やってみたいと思います。まああのこんな感じで3台激アツでゲットできました。でちょっと次ですね、ゲームボーイのカセットいろいろ買ってきたので、ちょっとそれ紹介してみます。で全部91円の100円ですね。で持ってるソフトも買ってきてます。テトリスとスーパーマリオランド、これ持ってるんですけども、100円で買ってきました。これなんで買ったかっていうと、今度でもこの次でもあのゲームボーイの方をですね、ゲームボーイアドバンスもそうなんですけども、あのちょっと違う感じで復活させたいんですよ。あの元々の状態のやつですとか、あとは、バックライトユニットがアリエクスプレス出てるのでそれを買ってみたりですとか、あと IPS 液晶のやつは、自分ちょっと持ってるのでそれの見た目のあれですよね。で結構 IPS 液晶って値段高いんですけども、最近ちょっと自分の持ってるやつはちょっと画面が黄ばんできちゃってるんですよ。5000円かけて1年以内で画面黄ばんできちゃうってひどくないですかね。使っててまあそれなりに使ってはいるんですけども、1年未満で基盤できちゃって、まあ全体的に基盤じゃなくて左から徐々になんかちょっと基盤できてるみたいな感じで、でまあこれコストパフォーマンスは合ってないなっていう気持ちもありながら、でもやっぱ基盤でも全然見やすいんですよね。なんですけども、バックライトユニットや使ってみてそれで目が疲れなければ、それなりに見やすければ、まあ、そっちの方がいいのかなっていうのもありながら、そこら辺もちょっと検証したいなと思ったので、いろんな状態でちょっと検証したいと思ってるので、同じソフトがあった方が、検証しやすいんじゃないかなと思って100円で買ってきました。で多分あのここら辺は何個か買い足したいと思います、そのうち。で次ですね、持ってないソフトですね、詰将棋100番勝負、将棋割と好きです。暇な時にちょっとやってみたいと思います。で星のカービィ2は持ってませんでした。星のカービィ1は持ってるんですけども、2でそこの店結構あの2が転がってたので、あ、2たくさん買ってもよかったですねそんなの。で次ですね、ウルトラマンクラブ、敵怪獣を発見せよ、これも持ってなかったです。買ってきました。で次ですね、ちびまる子ちゃんのお小遣い大作戦、これも持ってなかったので買ってきました。ちょっと名前が書いてあるんですけども、まあケース付きなんでね、ちょっと良かったかなと思います。で幽遊白書の暗黒武術界編、
これも、91円の100円ですね。かなりちょっと安く買えたのに、悠々白書の第2弾って書いてありますね。第1弾あるんですね。第1弾持ってないので、第1弾見つけたら買いたいと思います。で、あとですね、これちょっと値段高かったです。ピカチュウの、ゲームボーイの通信ケーブルですね。こんな感じで挿して、対戦するんですよね。昔は無線なんかなかったので、こんな感じで、対戦するようなやつで、可愛かったので欲しかったんで買いました。でこれ値段高かったんですよ。500円で結構値段したんですけれども、まあ、こんだけちょっといい買い物をしたんで、ちょっとお店にお金を落とさないといけないかなと思って、ちょっとぐらい奮発して、可愛かったんでね、ピカチュウのやつ買いました。今日はこんな感じでですね、ゲームボーイ、結構買いました。で、他にもいろいろちょっとかなり、お買い得なやつ買ったので、またちょっとそちらはそちらで、紹介したいと思います。まあ最初にも言ったんですけども、こんな感じで、ゲーム関係の動画を作っております。定期的にですね、定期的にというか毎日、更新したいと思っております。ちょっと疲れちゃった時はちょっと勘弁してください。こんな感じですから、また見に来ていただけたら嬉しいです。ではまた。